コナミホールディングスコナミデジタルエンタテインメントコナミコマンドファミリーコンピュータのコントローラーパッド入力方法コナミコマンドとはコナミから発売された多数のコンピュータゲームに登場する隠しコマンドの一種である初出であるファミリーコンピュータ版グラディウスの上上下下左右左右 BA という基本型が存在するか その一部を変更した編集も多数存在している。プレイステーション系の機種では、上上下下左右左右、携帯電話のアプリでは、上上下下左右左右573のようになっていたり、最後のボタン入力を省いて、上上下下左右左右の方向入力のみが登場するもの、右手と左手を入れ替えたもの、左右左右の部分を LRLR LR に置き換えたものなど、 複数の変形パターンがある。ファミコンバグラディウスにおいては、コナミコマンドを入力すると時期が大幅に強化される。最強状態ではないものの、スピードアップ一段階、ミサイルオプション二つバリアを装備した状態になり、攻略がかなり容易になる。あとの一部作品では、コナミコマンドを使用されることを見越して、 通常のコマンドを入力すると自爆などのマイナス効果を受けるようになっており、強化を得るには変形を加えたコマンドを入力する必要がある。このコマンドはアーケード版グラディウスをファミコンに移植する際、その難易度の高さに苦戦するスタッフを見かねて、プログラマーの橋本和久が組み込んだデバッグ用コマンドである。移植完了後は削除する予定だったが開発チームが、 失念、当時の裏技ブームにあやかるためにそのまま販売された。コマンドの入力方法については、そのメンバーが自分で覚えやすいことを基準にして、このような形になった。コナミコマンドは、ギネス世界記録に最もよく知られている隠しコマンドとして掲載された。以後の作品において使用された例を以下に示す。下記以外のシリーズにも隠しコマンド自体は、 存在するが、コナミコマンドとは異なるので割愛する。音楽ゲーム、ビーマニシリーズの中でも、入力機器が矢印パネルであることから、特にダ、ダンスダンスレボリューションシリーズに多く見られる。その他のシリーズでも、選曲画面での操作において、カーソルを上々ゲゲ左右左右と移動させる操作で、隠し要素が出現する、 隠し要素などには絡まないが、譜面や演出に絡んでいる等のパターンがある。ダンスダンスレボリューションシリーズコマンドではなく譜面のパターンとして、上々下下左右左右が登場するケースもある。ポップンミュージックシリーズ、4466万 3737α というパターンが多い。選曲画面でのボタン操作は、4と6を押すと、カーソルが上下に移動し、 3と7が左右に使用されているため、画面のカーソルの動きが上々下下左右左右に対応している。なお、最後が28となる、44億6637万3728コマンドの場合、PlayStation 2版においては、専用コントローラー使用時は、前述通りだが、アナログコントローラー使用時にはコマンドが変わって、原点通りの、 上上下下左右左右の方向キー操作の後に L1R1 もしくはセレクトボタンを押しながらというコマンドになっており後者ではセレクトを押しながらグラディウスにおけるパワーアップコマンドを入力するということになるギターフリークスドラムニアシリーズギターフリークスにおいてはピッキングの上下がコマンドに絡むケースもあるビートマニアイドックスシリーズユビートシリーズその他 ビーマニシリーズいずれもパワーアップ等の極端な繁栄はなく敵の位置を表示するといった攻略の補助や最高難易度が選択可能になるなどゲーム進行に影響を及ぼさない小さな反応が主である。コナミグループのパチスロメーカー KPE の機種の一部にもコナミコマンドに反応するものがある。類似事例上上下下左右左右 BA、コナミコマンド生みの親。 橋本和久氏が残した名作マグミクス2020年3月3日、福田美穂。裏技、隠しメッセージ。イースターエッグってどんなものがあるギズモードジャパン。https、w w w g i z m o d o j p 2012、レイオン、A Brief History of Easter Eggs, In Tech, HTML2020 年2月26日、閲覧。 ダミエン・マクフェリン、チートの歴史。レッド、ブル・ゲームズ、レッド・ブル。2020年2月26日閲覧。上場ゲゲ左右左右 BA、コナミコマンドの生みの親、橋本和久氏が正居テッククランチジャパンマイナス2020年2月26日業界技術カリ度、ード、テック、2008年12月12日放送より、クレイグ・グレンディ、赤いは弓ほか。 ギネス世界記録2012カドカワマガジンズ2011年175ページ ISBN 978から40億4895万 4396http コロンスラッシュスラッシュ p.eagate.573.jp スラッシュゲームスラッシュ kac5th スラッシュディテールドット html id イコールビートストリームグループ イコールファイナルラング、イコール JA ハット KPE パツスロ、マジカルハロウィンサンハットクロサワ、ユキ、グランドセフトオート、トリロジー、決定版では、コナミコマンドが使える。上場下下左右左右 BA で、何が起きたか。オートマトン、2021年12月6日閲覧。上場下下左右左右 BA、ツイッター、コナミコマンドに対応してたねトラボ。 2014年6月23日、ツイッターに裏技見つかる隠しコマンド、上場をゲゲ左右左右 BA を押すと、ツイッターの JS ソースに、コナミウォッチャーという表記が発見される。実際にコナミコマンドを入力すると、上場をゲゲ左右左右 BA、ツイッター、コナミコマンドに対応してた、コナミコマンドで、裏サイトに、ニューズウィークにゾンビページ現る。 2012年フランス大統領選挙の立候補者、ベール氏のウェブサイトハット Google ググ日本語入力、モールスバージョンのウェブサイトハット Google ググプレイ、ミュージックマネージャーの使用に関する問題、Google ググプレイヘルプ、コナミ公式ツイッター BA35 ス、コナミデジタルエンターテインメント。ありがとうございます。